い、ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は横浜パン旅、それでは行ってみましょう。 JR 京浜東北線の山手駅からスタート。改札を出たら右に、向かって左を道なりに歩いていき、本木通りに突き当たったら右へ。駅から徒歩8分くらいのところにアンダーブラフコーヒーはあります。ブラフベーカリーのカフェで朝8時からオープン。元町の本店で焼いたパンの他にキッシュや焼き菓子なども並んでいるのですが、朝の時点では少なめ。11時頃になるとパンも充実するようですよ。ブラフベーカリーのパンは元町パン旅で紹介したので、今回はそれ以外のメニューをご紹介しますね。こちらで購入したのは本日のキッシュ。この日は春キャベツとベーコン、ローズマリーのキッシュ。卵黄をいっぱい使っているからか、口どけが非常に滑らかでジューシーささえ感じます。キャロットケーキ、焼き菓子人気ナンバーワンで、生地にはたっぷりすりおろされた人参とオリーブオイルが入っているのでめっちゃしっとり。何より上にかかった栗地との相性が最高です。ミックスベリーとクリームチーズのマフィン、ベリーの酸味が心地よく、時折感じる香ばしさはピーカンナッツを生地に練り込んでいるから、上に乗った栗地で味変すると美味しいです。本日のキッシュの断面はこんな感じです。キャロットケーキの断面はこんな感じです。ミックスベリーとクリームチーズのマフィンの断面はこんな感じです。続いて向かうのはアーケードベーカリー。京急の戸部駅もしくは相鉄線の西横浜駅から徒歩で10分くらい。2021年の7月にオープンしたのだけれど、いつ行っても行列ができているくらいの人気店です。10時半の開店直後の品揃えはこんな感じです。こちらで購入したのはピスタチオサンド。噛み応えあり香ばしさも感じるバゲット生地に濃厚なピスタチオ。バゲット自体がシンプルな味わいなので相性がちょうどいいです。紅茶サンドはセミハードな食感、茶葉も練り込んであるようで芳醇な香りがびくをくすぐります。ミルクティーを食べてるような贅沢な一品。青さ明太フランス、これめっちゃ美味しい。もうね、旨味の塊です。ちくわの磯辺揚げに明太子をトッピングしたような味わいで超絶推しです。ピスタチオサンドの断面はこんな感じです。紅茶サンドの断面はこんな感じです。青さ明太フランスの断面はこんな感じです。最後に向かうのは JR 京浜東北線の桜木町駅から徒歩5分、横浜にぎわい座の1階にあるベンハー298小島。大正12年創業の精肉店小島商店が運営するパン専門店です。この字型の開放的な店内には惣菜パンからドーナツまでと幅広いパンが並んでいますよ。こちらで購入したのは炭火焼き浜銀焼き豚バーガー。バンズは気持ち甘みあり、焼き豚は脂っこくなく旨味がギュッと閉じ込められています。スクランブルエッグの柔らかさとの相性も絶妙。ハニートーストレザン、サクッと歯が入った後噛み切るのにちょっと力がいる硬さなのだけれど、噛んでいる間に蜂蜜レモンバターを染み込ませたレーズンが口内に広がり幸せな気分に。チーズジャガイモの明太子、もっちりした生地にジャガイモが1センチ角くらいにカットされ入っています。チーズと明太子、それに海苔の組み合わせは悪魔的に美味しかったです。炭火焼き浜銀焼き豚バーガーの断面はこんな感じです。ハニートーストレザーの断面はこんな感じです。チーズジャガイモの明太子の断面はこんな感じです。ここまでの復習、横浜パン旅一言で言うと、老舗精肉店の肉を堪能してほしいということ。ミートカフェ小島のハンバーガーもお肉が感動的に美味しかったのだけれど、パン屋さんでも小島の肉を食べれるの嬉しい。港町横浜を楽しみながらぜひ。今回のお店、月曜日と火曜日以外なら全て回ることができます。横浜パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。